このビデオではモード周波数シミュレーションについて紹介し、このツールを使用する理由、ワークフローや機能の内容、生成される結果について説明します。どんな物体も外部からの刺激作用を受けると振動します。振動は様々な固有振動数で発生し、それぞれが振動モードと呼ばれる様々な形状をとります。通常は構造物が持ついずれかの固有振動数で構造物が冷気されないようにする必要があります。 そうしないと振動が増幅されてしまいます。この現象は共振と呼ばれ、疲労破壊を招く原因となることがあります。逆に振動を最大限発生させて、物体を共振させることを目的とした応用例もあります。例えば、超音波洗浄機や電動歯ブラシなどです。これはピアノの調律技師が音程の調整に使用する音差のモデルです。ご覧のように、基本となる振動モードは 440Hz で、 これは、基準となる A4 の音程です。目的の音程が得られるように先端の長さが単純化作業スペースで微調整されています。スタディの設定と解析のプロセスについて見ていきましょう。初めてシミュレーション作業スペースにアクセスすると、新規スタディダイアログボックスが自動的に表示されます。モード周波数解析タイプを選択します。次にこのボタンをクリックして、スタディの設定にアクセスします。 ここでは12個の振動モードを計算することにします解析のガイドラインでは構造物の質量のうちどのぐらいの割合が計算される振動モードに寄与しなければならないのかが定められていますこれらのガイドラインは目標の質量寄与率を達成するために解析を必要とするモードの数に影響を与えます質量寄与率については後ほどこのビデオで説明します モード周波数スタディに対してはグローバルな荷重と構造荷重を適用できます引っ張り応力は固有振動数を上昇させ圧縮圧力は固有振動数を減少させます例えばピアノやギターの弦に聴力を加えると音程が上がります適用荷重の作用を考慮する場合は適用応力を考慮オプションをアクティブにします音差には初期応力はかからないためオプションはオフのままにします 絶対メッシュサイズを1.2ミリと定義し、4つの要素が先端の厚みを貫くようにします。このサイズならば、歪み勾配が忠実に補足され、正確なモデル結果が得られるはずです。次に、スタディのマテリアルを指定します。すでにモデル作業スペースの中で AISC304 ステンレスコーを指定していますが、このマテリアルをシミュレーション用に保持しておきます。モデルは高速か非高速にできます。 本作は軽く手で握られますビジットコンストレイントによって振動モードの歪みや減衰が生じる可能性があるのでモデルは非高速のままにしておきますこれでスタディを解析する準備ができましたこの解析タイプはローカルとクラウドのどちらでも実行できます解析が完了するとすぐに変異の結果が表示され モードごとの固有振動数がドロップダウンセレクターに表示されますモデルは完全非高速なので XYZ の移動と XYZ の回転の6つの合体振動モードを想定できます結果のアニメーション表示を行うとモードをはっきりと確認することができます、はい、変異の結果は 一つの長さ単位の最大値に正規化されます。値は特定の冷気による縮尺を受けず、振動構造の形状を例示すること以外に意味を持ちません。応力レベルや実際の変異の大きさを推定することはできません。これらは振動の原動力である冷気に依存します。変異の合計、または変異の XYZ 成分を表示できます。 出量寄与率は、結果ドロップダウンメニューから参照できます。3つの各グローバル方向と各モードについて、係数が別々に計算されます。累積率の合計が表の下部に表示されます。このモデルは非拘束なので、移動合体モードのみで100%の寄与率が達成されます。部分的または完全に拘束された構造では、こうした挙動は起こりません。 例えば、これらは完全高速のモデルの場合の周波数と質量寄与率です。